内部波とは、液状媒質の表面ではなく、その内部で振動が発生する重力波である。内部波は、流体が何らかの特性において清掃化されている場合にのみ発生する。例えば、流体の密度や温度、塩分濃度等は、深さまたは高さに応じて変化する。その変化が短い垂直距離で急激に起こる場合、その海面に発生した振動は、 表面波のように水平方向に伝播する。ただし、その伝播速度は、海面の上下の流体の密度差によって決定され、一般に表面波よりも遅い。密度が連続的に変化する場合、波は流体中を水平方向だけでなく、垂直方向にも伝播することができる。内部波は、内部重力波とも呼ばれ、流体の清掃、発生メカニズム。 深幅、外力の影響などにより、多くの別名で呼ばれる。高さとともに急激に密度が低下する海面に沿って、水平方向に伝播する場合は、海面波または、海面内部波と呼ばれる。海面波の深幅が大きい場合は、内部孤立波または、内部ソリトンと呼ばれる。地形の流れによって生成された場合は、山岳波またはリーハと呼ばれる。 山岳波が空中で崩壊した場合、北、アメリカでは、チヌーク、ヨーロッパでは、フェーンとして知られる、強く暖かい風が、地上に吹く。海底の尾根や大陸方の上の潮の流れによって、海洋で発生した場合は、内部潮汐と呼ばれる。それが、これより効果の影響により、地球の回転周波数に比べてゆっくりと進化する、場合、慣性重力波または、 完成波と呼ばれる。内部波は通常、井戸による、コリオリ周波数の変化の影響を受けるロスビー波とは区別される。ジブラルタル海峡を通る潮流によって発生した内部波太陽光の広報散乱を促進する海面の荒さによって可視化された。混ざっていないドレッシングの瓶をゆっくりと前後に傾けると、油と巣の海面に発生する。 内部波を目で見ることができる。大気の内部波は波状雲によって可視化される。空気は比較的低い圧力で上昇して冷却し相対湿度が100%に近い場合には水蒸気が凝縮する。丘の上の流れによって打ち上げられた内部波による雲はそのレンズのような外観からレンズ雲と呼ばれる。雷雨からの冷たい空気の流出は 大気の反転による深幅の大きな内部孤立波を発生させることがある。オーストラリア北部ではこれをモーニンググローリーと呼ぶ。海における温度薬草の内部波が衛星写真で観測されることがある。これは波が水平方向の流れが収束する部分の表面の凹凸を増加させ太陽光の散乱を増加させるためである。ありがとうございます。